藤本浩太が入っています。タイムアウト明け、ここアタックでいきます。コービーパラス、バスケットカウント。レオライオンズからコービーパラスです。さあコービーパラス積極的に狙ってきました。決めています。これで10点差で、今はブラントがベンチにいる香川のメンバーです。ただここまで、おっと中空きました。ここはゾーンディフェンスのようです。アルティーリーヘソンブロックしました。コービーパラス、もう一度アンガスブラントからパスを送って、ウエラ。コービーパラスはここ数回のポジションはドライブにこだわっています。いいピックがかかりました。そしてコービーパラスの3決めた。コーナーから藤本のスリーポイント決めました。